ポケモンもね、全然研究が足りないんだよな。でもゲーマーよりは楽しい。ゲームよりは。オッケー。サイド。じゃんけんぽい。俺からになっちゃうんだっけ。ワード使いにうわ、ライボルトだ。じゃあ、ドロー。デレン。博士の手紙。うわ、ライボルト EX。わっしゃ。基本エネルギーを2枚手札に加える。超強い。信じられない強さ。さらに消えるのを3枚引く。わわ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 。んじゃあ、どうしようかな。お、そっちはフェアリータイプ、もしかして。あ、弱点じゃないか、よかった。つけるぜ。デカリオ出されると死ぬんだよね。ん、つけないよ、まだつけない。速攻で死ぬんだよね。なんで。あはははは、弱点だよ。じゃあ行くぜ。エリート取れない。すべて手札戻して。嘘、全員。うん、そんなこと書いてあんの。すべて手札に戻しても、その後自分は6枚、相手は3枚山札を引く。ちょっと待って、自分のサイドの残り枚数が多い時にしか使えないです。あ、ごめんなさい。気をつけろ。気をつけろ。じゃあスーパーボールでいいや。スーパーボール、ね。7枚、1、2、3、4、5。どうですか、ポケモン GO で。ポケモンカードも盛り上がんないですかね。なんかカードに QR コードついてて、それを見込むとさ、なんかそのアイテムもらえる。ゼルネス EX。 そうだ、はい、ゼルネス出た。あれで手に入れたんだな、あのメガブレイク EX パックで。はい、でじゃあゼルネスを出すぜ。いいのか、そんなひよっこシュシュプを出したままでいいのか。じゃあゼルナスにつける。エンド。エンド。ドロー。エネルギーをつける。ピカチュウにつける。ピカチュウ。そしてライチュウにしてから。ああ、ライチュウ。赤ちゃん。はい。そしてテールの3枚いきます。うん、うん、強い。じゃあハイパーボール1枚。何を捨てようかな。ピカチュウもういらないかな。2枚捨ててデッキから好きなカードを持ってくる。まさかメガライボルト。まあいいんですけど、はい、さらにハチマキを巻く。ダメージがプラス20されるんですよ。はい、じゃあ駆け抜ける。28、まず40ダメージ、ハチマキ効果。うん、で40ダメージで、さらに駆け抜けてこっちにも駆け抜けて20ダメージ。うわ、マジか。ででーん、エンドです。エンド。うん、フレフィー、メカチュウ、ゼルニアスにラッキーメットをつけるぜ。うん、ラッキーメットなんだそれ。効果は And ラッキーメイトの効果を教えて。いいよ。技をダメージを受けると山札2枚引ける。なるほど、 OK。 強いでしょ。ただこれバトル場に、あ、違うんだね。バトル場で、あ、バトル場だね。ここに行った時にダメージを受けないとダメだね。うん、道路ライチュウはメガライチュウじゃないや。うわライチュウブレイク、ライチュウブレイク。そしてエネルギーをつける。そしてベンチを肥やし、うわ、ライボルト EX 駆け抜ける気絶。そして20ダメージ飛ばす。さあ俺はサイド1枚飛ぶ。エンドです。あ、そっちでいい。はい、
じゃあエリートトレーナー、なるほど、全部戻して俺は3枚しかいけないんだっけ、うん、戻してシャッフル、それで山田を切る、その後自分は6枚、相手は3枚、うわーべー、じゃあ3枚引くよ、シャッフル、シャッフルを簡略化してます。ただこっちにはね、ブレイク進化したライチュウがいるからね、ブレイク、限界をブレイクした、限界突破ブレイク、ライチュウ、この煽り、煽りに煽りを、ドロー。さあ、じゃあそうだな、やばいな、こうなったらちょっと待って、これ今テルネアスが170か、オッケーオッケー、フラダリ、ゼルネアス、てってってって、フラダリをゼルネアスを持ってきてですね、うわーやめて、そしてライゴルト逃げます、うわっ、うわわ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 わ、はい、で一応エネルギーつけて、うわマジか、じゃあグランボルト、このポケモンについてる全てのエネルギーをトラッシュし170ダメージ、ダーン、ブルブルブル、ハカハカハカチュー、ダーン、そうした、はい、勝ちました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが爪を出た結果